行ったことがないので興味はある。多分暗い部屋にいくつかハリボテが置いてあって、物陰にお化け役の人が隠れているとか、そんな感じだろう。うん、行く。貞子みたいな格好してても人間なんか怖くないと思ったが、全然そんなことはなかった。お化け屋敷が本格的すぎたのだ。ワクワクと入り口の黒いすだれをくぐって足が固まる。第一の部屋は本物そっくりのお札で埋め尽くされていた。暗い室内が赤いライトで一部だけ照らされていて、よく見ると心霊写真まで貼ってある。マネキンの首や人形など不気味な小道具が点々と置かれ、 BGM はお経で、気味の悪い DVD が延々と映されている。進路の先にはお化け役の人間がすすり泣いてうずくまっているのだが、それが超怖い。なぜって、あれが人間なことは分かりきっているが、先へ進んだら確実に追いかけてくるのも分かるから怖いのだ。しかもその道がやたら細く、天井からも邪魔な障害物がぶら下がっている。二人連れの客の場合、後ろを歩く人間はあれに捕まるに違いない。私先行く。いいよ。予想通りあれが規制を上げながら猛ダッシュして追いかけてくる。私もダッシュで逃げたが、高橋さんはお化けに捕まりながら、確か何回か同じ講義受けたことあるよねなどと楽しそうに話しかけていた。その後も網をくぐった途端、不気味な音声が流れる廊下とか笑う人形など様々な難所を抜け、5分後には足がガクガクし大変涼しくなっていた。お化け屋敷なんか二度と行かない。そんな決意を新たにして先へ進むと、最後の部屋にあったのはエレベーターだった。特にこれといった装飾もなく、脅かす人もいない。ただずっとドアが開かれている。これに乗って他の階へ移動してくださいということだろうか。これに乗るのかな。高橋さんはさあというだけで進む気配がない。先に見えている出口っぽいところへ行くか、エレベーターで移動するか、私が決めていいようだ。軽く前のめりになってエレベーターの中を伺うが、何の変哲もない。それでも何か仕掛けがありそうで怖くて、結局入らず出口へ向かったが、出る前に高橋さんに呼び止められる。ひな、もう一度エレベーター見てみな。振り返ってぎょっとした。いつの間にかエレベーターの扉が閉じている。高橋さんはずっと真後ろにいたので、エレベーターのスイッチを押したりはしていない。しかもその扉には学園祭中使用禁止、このエレベーターを使用しないでくださいと書かれた紙が貼られていた。変な仕掛けだね。これにつながってるエレベーターは他の階でも使用禁止になってるんだ。汚いエレベーターを見られないようにするためと、あとチケット持っていない客がここからお化け屋敷に入らないために。なのにどうしてドアが開いていたと思う。嫌な予感。演出のためじゃないの。目の前でエレベーターのドアが開いた。誰も乗っていない。じゃあ今一人でにドアが開いたのはどうしてでしょう。エレベーターをずっと開けっぱなしにしておくことは簡単にできても、自動的に開けたり閉めたりするようになんて、まして遠隔操作なんてこの古いエレベーターでできるとは思えない。まさか。そう、このエレベーター出るって評判なんだ。パキンと天井が大きくきしむ。私は走るようにしてお化け屋敷を出た。出口でお清めの塩を受け取って周囲に人がいることに安心していたら、高橋さんがニヤニヤしながらやってきた。大丈夫、あんなの全然やばくないから。いわくその筋でちょっと有名な人がここの講師にいて、その人が監修したお化け屋敷なのもあって、本物が 3,4 匹紛れ込んでいたという。だがどれも危険なものではないので大丈夫だと。
心霊スポット嫌いだって言ったじゃん。なんで？階段は好きだろ？慣れれば楽しいって。楽しくない。もちろんこの大学には二度と行かなかった。一時期学校で失神ごっこという遊びが流行った。人の一人の鼻と口を塞いで心臓のあたりを10回から20回強打するという悪趣味なものだ。大抵は何もないが、ごく稀に失神する者がいるのが面白いらしい。私も友達もこの手の遊びは嫌いなので話題にもしなかったのだが、運悪くそういうことが好きな連中に目をつけられ、一人で行動している隙に空き教室に連れ込まれ、二人がかりでやられてしまった。床に座り込んだまま深呼吸する私の頭上で笑い声が響く。失神しないね。力が足りなかったんじゃない？私握力あるんだけどな。残念、チャイム鳴ったし行こう。彼女たちはバタバタと楽しげに去っていく。他人をおもちゃとしか見ていない価値観が信じられなくて、ショックでしばらく呆然としてしまった。幸い2人とも女子だったので力が弱く、ちょっと息苦しいだけで済んだので誰にも言わなかったが、なぜか高橋さんにはバレてしまった。なんか危ないことしなかった？私の部屋で問題の解説をしている最中、何の前触れもなくいきなりこれである。霊感持ち怖いとちょっと思った。してないよ。正確にはされたわけだし、いじめられたなんて恥ずかしくて言えない。命に関わるようなことなら言う決心もつくが、あれ以来たまに問題児二人が嫌味を言ってくるくらいで、特に害もない。放っておけばそのうち声をかけてくることもなくなるだろうと思われた。ならいいけど。高橋さんは心なしか私の背後を見つめてつぶやいた。それから一週間くらいした頃、私に失神ごっこをやらかした二人が1ヶ月の停学処分になった。うちの学校は屋上が施錠されているが、屋上の扉までの階段は普通に登れるし、そこまではめったに人が来ない。そこに他のクラスの生徒を連れ込んでまた強制失神ごっこを行ったところ、よろけたその子が階段から落ち、鎖骨が折れたらしい。そこまで被害が出たのは一人だけだが、他にも被害者がいるので結構内心に響くのではとクラスで噂になっていた。私がすぐ先生にチクっておけば彼女は被害に遭わなかったかもしれない。少し反省して、実は私も失神ごっこやられましたと担任にチクったところ、通りすがりに立ち聞きしたさやが、なんで言わなかったの？ PTA にもチクった、あいつら退学に追い込んでやれと怒ってくれた。先生は、いや退学は人生変わっちゃうからとかもごもご言っていた。次の家庭教師の日、よかったな。家に来るなり高橋さんがそう言って授業を始めた。全く説明していないのに全部見透かされていたような気がする。ある晩、夜中の3時頃に崖から落ちたように全身がビクッとなって目が覚めた。最近部活で忙しいから疲れてるんだと気にしなかったけれど、次の夜は気持ち悪い夢を見て、その直後に同じようにして起きた。内容はすぐ忘れてしまったが、ハエが視界いっぱいに広がっていたような気がする。次の日もまた3時頃に飛び起きた。夢はまた忘れてしまったが、今度は拷問されたようなひどい恐怖感に襲われ、目が覚めてしばらくは肩が震え、あまりに怖かったのでそれからずっと電気をつけて起きていた。次の夜は泣きながら飛び起きて、自分の顔が涙でぐしょぐしょなのが漫画みたいだと思った。次は夢の中でずっと悲鳴を上げていた。それでいて妙に息苦しくて、叫びながら口をパクパクしていたら、現実で少し口が開いて目が覚めた。
そんな状態がだいたい2週間近く続いて、私は高橋さんに相談した。もっと早く言えばいいのに、俺はてっきりテスト前だから無理な詰め込み勉強してんのかと。宿題を広げた机を前に腰掛け、彼が心配そうな視線を投げてくる。テスト前日なら徹夜するけど、1週間前から徹夜なんてしないよ。テスト前でも徹夜なんかしないと言ってほしかったんだけど、俺が出した課題を毎日きちんとこなして学校の授業を真面目に受けて予習復習宿題さえやっておけばテスト勉強なんてする必要はないんだからな。テストってのは今までの総復習に過ぎないんだから、もっと突き詰めれば必要な公式を覚えて応用解けるようになれば。長いお説教が終わった後、高橋さんは目を細めた。なんか罰当たりなことした、なんか罰当たりなことしなかったか。予想もしなかった言葉だ。え、全く心当たりないけど、神社もお寺もお正月くらいしか行かないし。高橋さんがしかめるようにして目を凝らす。目が悪いのだが、ギリギリ眼鏡をかけなくてもいいレベルなので裸眼で頑張っているそうだ。でもこれ神様っぽいぞ。すげえ見えにくいし、その辺の霊じゃない。神様？もしかしてうちの神棚にもお正月くらいしかお参りしないから？我が家にはささやかな神棚があるのだが、手入れは母が毎日していて、私は全く手をつけていない。違う。でも神様ってのは神社でポロッと悪口言っただけでもたたるからな。なんかそういう些細なことしたんだ。神様の悪口なんて、あ、言ったのか。高橋さんがにやりとした。あー、いや悪口じゃないけど、心当たりが。非常に言いにくいが、相談しておいて打ち明けないわけにもいかず白状した。その頃私は友達数人と交換日記のような要領でノートに漫画を描いていたのだが、適当に考えたキャラの名前が日本神話に出てくるとある神様の名前と被っていたのだ。友達にそう教えてもらったが、かえって箔がついていいかもとそのまま使っていた。基本的にかっこいいキャラとしては扱ってはいたが、ノリツッコミの描写でそのキャラをうざいと書いたりもした。高橋さんはしばらくお腹を抱えて大爆笑していた。なんだこれ、交換日記は聞いたことあるけど、今の子って交換で漫画書いたりすんの？これか、ひなが書いたのこれか。某幼女向けアニメが好きな大学生にそこまで笑われる筋合いはないと思う。散々からかわれた後、しびれを切らして私は尋ねた。それでこれどうすればいいの？ひょいっと消しゴムを渡される。これで神様の名前書いたとこ全部消して、当たり障りない名前に書き換えな。あとは寝る前にごめんなさいしとけば十分。神社に持って行ったりしなくていいの？平気平気。本当にたったそれだけで悪夢を見なくなった。